札幌市西区の JR 八軒駅にお目見えしたのがゴールドポストです。内閣官房などが東京オリンピックで活躍した選手の功績を称え、地域を盛り上げる取り組みとして設置しました。札幌出身の山本選手は西区の八軒中学校に通い、東京オリンピックのソフトボールで日本の4番として活躍し金メダルを獲得。おととい道からも栄誉賞が贈られました。地元だったこと知らずに応援もそんな感じだったんでびっくりしました。道内で一番ってなってここだっていうのがすごいですね、こんなローカルな場所なのに。こうした金色のポストは9月から全国でアスリートゆかりの地に20本が順次設置されていて、道内ではこれが初めての設置です。